非常に丸一日の勉強会ですから大変だと思います。でなお残っていただいて聞いていただいていることに、感謝申し上げます。これからの話、先生方との話し合い対話ですけれども、大きく4つくらいに分けて話してまいりたいと、話し合ってまいりたいと思います。最初はですね、先生方、時間切れの先生方がもうおられましたので、まあ10分くらいを持ち時間にして、それ以内に補足をしていただこうというふうに思います。いや補足しなくていいという先生おられたら、またその時間は他の時間に、先生の持ち時間に。それからに次に、3人の先生のお話を伺ったわけですけれども、それぞれの先生が皆様と同じ座席に座って3人のお話を聞いたと仮定いたしまして、今日はたまたま3人のお話しされた時間と空間が共通しているということですので、それぞれはの先生方がお二人の先生のお話を聞いたのは今日初めてなわけですので、ご自分のお話を含めて今日のお三人の話をオーディエンスとして捉えた時の感想を述べてもらおうと、また問題点を対話の方へお出ししていただこうというふうに思っております。それから2番目は、今日今道先生の話がやはり基調講演になって、そしてそのお話に関連づけて稲垣先生、樺山先生というお話になったと私の方ではそう受け止めておりまして、現代人にとっての天国編の現代的解釈をめぐって、三つばかしのテーマですね、今道先生の出された輝きへの人間、現代人の憧れ、現代人っていうのは三つ失っていると想定していいんじゃないかと。で、今道先生が輝きへの現代人はもっともっと憧れを大切にするべきだと。まあ、そう捉えますと、二番目の我々は美への憧れっていうのを今失っているのではないかと。三番目が至福直感への憧れと。そんなものないよと。存在しないよと。そういうふうに私たちは思っているのではなかろうかと。この現代人にとっての天国編の現代的解釈をめぐって、これに時間をできるだけ多くかけて、先生方の自由なその行き会のダイアログをお願いしたいというふうに思います。それから3番目の大きなテーマですけど、皆様から質問をいただいております。で、今道先生が共に思索の道をと、昨日中央公論社で新社で勉強会があって、今道先生は我が哲学を語ると。しかしそれはこれからの哲学っていうのは共にみんなと思索していくことが大切なんだと。で、皆様からいただいた質問、意見をめぐって、また対話を深めていただこうというふうに考えています。そして、最後に、先生方が今日の朝から5時までの勉強会で、全体で何を感じ取られたか、
で、今道先生が先ほど少し時間多めにもらっていいと言われたので、どうぞ十分にとお答えしてございます。で、そんな手順でこれから進めてまいりたいと。で、その前にですね、神学大全と神曲の対話っていうテーマを設定させていただいて、一体こういう難しい問題をに関心を寄せる方々がいるだろうかと、主催者側のエンゼル財団も大変不安だったんですけれども、まあ今日この落成記念にふさわしい、多数の方に参加していただいて大変嬉しく思っております。さらに、先ほどですね、実践女子大学で、菅由紀子主任研究員が比較文化っていう講座を持っております。で、ここに並んでるお三方の先生が講義をされれば、もう大権威者が講義をしてると、でただ学生たちはははと伺うばっかしなんですけど、菅主任研究員のように、学生と年齢差があまりないとですね、学生たちが目を開いて自分もやんなきゃという気持ちが非常に強く持つようです。それでような授業が可能になったということは、新曲がまたは神学大全も型座右の書として置きながらです、座右の書じゃない、机の上に置きながらこのコンテンツにアクセスし、また勉強会サークルなどを作っていただきますと、新曲が間違いなく座右の書になると思います。で、最初ダンテは新曲を作った作曲家だと、そのくらいの学生のレベルなんです。最初、いやいや笑われるけど本当にそうなんです。ところが90分24回の授業終わる頃にはですね、専門の方で学んだ学生より以上に総合的な関心、教養を身につけるとことができるというふうに思っております。それから海外旅行行ったら全然違うと、そういう報告も出ております。ですからぜひ皆様がヨーロッパへ旅をされると、またそういうお仲間にもこの私たちのエンゼル財団の研究プロジェクトをぜひPR していただきたいと。なんかそのことが最近パブリックハピネスと、公的幸福の追求っていう、それに対する企業の社会貢献ということなんだそうです。で、そういうことでエンゼル財団に、これ引き続きまた協力していただきたいとこう思っております。で、前置きは以上にいたしまして、まず稲垣先生は一山を残されたと、それから今道先生からは昔は120分の授業だったと、110分、それが90分になった時に90分で話せるかと思ったっていうんですね、大学の授業時間が。ところが最近は45分だと。45分っていうのはどういう根拠で決まったんだと怒られたんですけど、民間放送が15分で45分っていうふうに癖をつけてしまったために45分になっちゃったんですね。まあそれをお許しいただきたいと。その代わり補足の時間取りますからと、そういうことで、稲垣先生から